さあ、ふみのみこのカードストーリー第2話やっていきましょう。中庭からスタートです。にゃんきちー、どこだよ。ご飯の時間だぞ。にゃんきちー、また猫ネタですね。にゃんきちですね。あ、七虹の先生、にゃんきち見なかった。そんなね、にゃんきち見なかったって、にゃんきちってなんてやつ話だよ。にゃんきちそこだよ、わかんねえよ。ここによくいる野良猫だよ、めちゃくちゃ可愛いし、それに私にとっての招き猫なんだから。そうなんだ。招き猫ってことね。そう、にゃん吉に餌をあげるようになってから運気がめちゃくちゃ上がったんだ。なんだろう、にゃん吉ってなんかこのふみのさん似てるんですかね。まあなんだ、ちょっとね、一番そうな顔してるのかな、にゃん吉は。私のソロ曲が出るのも決まったし、ラジオのレギュラーだって決まった。それに、まあ、確かにこれ招き猫だ。それはミコさんが努力した結果では。冷静に突っ込んでいく。ナーナ、ニャン吉見なかった？今朝から姿が見えないんだよ。まあでも野良猫だからね。まあね、まあ、どこに行くかわからないけど。いえ、私は見てません。そっか、今思えば昨日から元気がなかったんだ。どこ行っちゃったんだろう。ちょっとそれは心配だ。もしかしたら。あ、そんな嫌なこと考えるなよ。昔から言われてますよね、猫が姿を見せなくなるときって。ナナちゃん、ちょっとホラー気味に言わないの。まあ、確かに言いますよね、あの死に姿をね見せないってね、よく言いますけども。やめてよ、縁起でもない。たったったと。なんだか意外じゃありませんか、ミコさんの猫好きって。そしてね、この会話ナチュラルに入っている奈良虹の先生ね、こことも、ね、馴染んじゃったよ。確かにっていうね。ですよね。ただ今のは完全に私の失言でした。ミコさんを余計に不安にさせてしまいました。ちょっとパニックですよ、フミノさん。私も探してみます。先生もお願いできますか。どうかお願いします。もうそれは全然大丈夫ですよ。さあ、にゃん吉の捜索が始まります。そして街中まで来ちゃった。にゃん吉、見つかんねえか。もしかして先生も探してくれてるの。まあ心配だからね。にゃんきちって言ってね、なんかね、あなたなんかまっすぐ見てね、なんか道飛び出すんじゃないかと思って、ちょっと怖いですからね。うなずく。ありがとう。でもまあこんなとこにいるはずないか。まあ野良猫だからわかんないんじゃない。いるかもよ。ミコさん、こっちもいませんでした。ナナ、ナナも探してくれてたの。先ほどは失礼なことを言ってしまいましたので。まあちょっとね、あの責任をね感じてるんですね。そっか、ありがとう。でもさすがにここまでは来ないか。一回学院に戻って。これは猫の鳴き声。今の声、にゃん吉、どこだ、にゃん吉。落ち着け。すごい、鳴き声でわかるのか。ミコ、ナナ、ワオ、それに先生、どうしたんですか、こんなところで。ね、カオルコさんこそね、なんでこんなところに。あ、にゃん吉。カオルコさん、どうして。ほんとどうして。カオルコさんね、やっぱりね、さっとね、さすがですね、なんか。ああ、今日の昼休みにね、学院の門のところで足を引きずってるのを見かけたのよ。だから病院に連れて行ったんだけど。怪我してたんだ。もう大丈夫だって。で、優しい人にね、ね、拾ってもらってという方、助けてもらってよかったね。よかった。心配したぞ、にゃん吉。まあこれも何かのね、一つの縁なんでしょうね。もう絶対に
ちょっとね、なんかヤンデレっぽいな、メンヘラっぽい、うん。さあ、そして、数日後、これはライブ当日ですかね。あのさ、ニコ、うん、どうでしょう、あのさ、ニコ、まさか、ああ、ああ、はいはい、なんでしょうか、なんでしょうか、じゃないよ。いくら可愛がってるとはいえ、ライブ会場まで連れてくるのは、ねえ、それはどうなんだろうか。すいません、今日だけですから。ねえ、まあソロ曲もあってね、まあ不安なんでしょう、うん、本当に今日だけだからね。うん、はい、よし、にゃん吉、今日のライブは私のソロ曲を披露する大事なライブなんだ。本当に大事だ。力を貸してね、招き猫さん。うん、猫もびっくりだろうね、なんでこんなとこにいるだろうみたいな。さあさあ皆さん、お待たせしました。次はふみのみこ初のソロ曲でございます。おお、いいっすね。招き猫の力も借りて、うん、練習の成果をね、思う存分見せていただきたいですね。自信満々でお届けしちゃいます。